あ、いいんだ。Okay, so right now you have to go to your house. Wait. One more. Okay, 3, 2, 1. Are it? Okay. Yeah. I'm going to my hostel. Yeah. And make a swimming or something. Okay. Yeah. Okay, so right now I have to go back to my teacher. And also, once I arrive, I have to send a message. Ah, yeah. Okay. Bye. Yeah. Bye. See you next time. Yeah. ね、今ミャンマー人の友達とおなんだロッテリアで、とっくん会ってました、はい。ここねジャンクソンシティのロッテリアです、はい。今からゲストハウスに帰ります、はい、ゲストハウスに帰ります。そういえばシュエダゴンパゴダ行ってもいいなと思う、もう一回行ってもいいなと思うけど、まあいいや、もうストリーミングも撮ってあるし、はい。で明日は明日の、支度じゃないけどね、明日はナショナルレイスミュージアム、ナショナルレイシーズミュージアムっていうところに行こうと思ってます。はい。あれはね、看護師さんだと思う。確かに看護師さん、はい、赤と白のね、ロンジと赤のロンジと上の上が T シャツでね、あれは多分ね、看護師さんです、はい。明日はね、ナショナル、ミャンマーナショナルレイシーズミュージアムですね。多民族国家なので、はい。その、なんだミュージアムがね、なんかあるらしくて、スーレイパゴだから、バスライン4番で行くとのことなので、ちょっと行ってみようかなというふうに思います。で、夜はね、この、スイス人の友達と、なんだ、あれ、おかゆを食べることになりました。はい、なりました。あ、どうかな、わかんないけど、多分彼女が暇だったら食べる予定です。そう、彼はね、キャビンアテンダントになりたいんだって、で今勉強してます。はい、ね。まあ、目標があるってことはいいことだよね。うん、そう、その、だらだらね、まあ、働くよりはね、うん、まあ、目標があって働いた方が、いいと思います。はい。そういう人ってね、あんまり多くないです。多くないです。ミャンマーは、うん、なんだかんだだらだら働いてっていう人が、申し訳ないけど多いかな、というふうに思いますね。その辺はね、日本人とは違うかなと。思いますね。こういうのは嫌だけどね、うん。その何かのスキルを身につけてとか、ね、っていうののモチベーションの、ね、レベルが本当にやっぱり違うのはね、残念だなというふうに思いますね、うん。そう、やっぱりね、モチベーションって大切だよね、うん。そう、どんなにね、こちら側がね、そう、親身になったとしてもね、その相手が受け取る相手側、受け取るというか、まあね、相手側がそのモチベーションがなかったら無意味に終わるからね、余計なお世話だっていう風になっちゃうからね、それはね、ちょっと申し訳ないけど、ミャンマーに来て思いました。はい、感じました。はい。だからね、自分もね、やっぱり気をつけなきゃいけないよなというふうに思いましたね。
んだろう、例えば、英語を話せるとかね、話せるって言ってもね、そのレベルが違うじゃないですか、ね。まあ僕も私もね、まあ話すっちゃ話すけど、もうめちゃめちゃ話せるかと言われれば、クエスチョンマークがつきますよね。で、このなんだ、日本人はやっぱりそういう人が多いよね。その世界的に見ればね、いやあなたは十分話せますよという人であっても、まだまだですよという人が多いじゃないですか。ね、その完璧さを求めるとか、そういうのがね、やっぱり日本人っていうのは、そのレベルというか、そういうのが高いよなっていうふうに思いますよね。で、その海外ではね、そのなんていうのかな、簡単にね、その簡単なその英語を話せるだけで私は話せるという人は言うからね。だからね、本当にね、当てにはならないかな、私話せるっていう、ね、それがね、いろんなことにおいて、当てはまります、はい、当てはまります、はい、私は例えば一生懸命働いていると言っても、ね、このね、一生懸命働いているっていうのの、その自己評価はね、人それぞれ違うということですよね。まあ、わかんないね、その日本人がね、やっぱり働きすぎなのかもしれないよね、それは思う、けどやっぱりね、それだけ意識が高いとも言えますのでね、そこら辺は難しいなっていうふうに思いますね。28番、この辺だな。あ、次か、次のストリートを右かな、はい。なんかね、フルーツ買ってきたいんだよね、フルーツを。女の子がお化粧してた、今可愛かった。多分ここの先のはず、違ったっけな、見ましょう。あ、そうそうそう、あそこにあるはず。ここはなんかイスラム教の方々がいっぱいいらっしゃいますね。なぜでしょうか。金を売ってます、はい。あ、お薬屋さんですね。何気にね、薬はね、安いですよ。安いです。はい、安いです。かわいいね、イスラムもね。ヒジャブもなかなかいいよね。って思う。多分この辺だったはずなんですけど、ちょっと調べますね。